漁師さんの迷信。海が近いせいか、漁師さんの迷信みたいな話を近所でよく聞かされた。入り盆送り盆には漁をしてはいけないとか、海や山には入ってはいけないとか。でもこの話はうちの近所だけじゃなくても一般的みたいだけど、この話もそんなお話。お盆ではなくて地元のルールのようです。初めてやばいと思った体験です。釣りが好きな僕が友達の N を誘って海に行こうとしたら、船は持っているけど漁師を引退した友達のおじいさんが面白そうに、今日から明後日まで峰の巣の方には行ったらいかんぞ、助けられんからな、とわざとらしく語りかけてきた。だけどじいさんの目だけは厳しかった。その場所は地元で呼んでいる浅瀬のことです。知らない人が見たらただの磯にしか見えません。友達の N が、わかってるよ、釣れなかったら帰ってくるから、と返事だけして僕と N は釣りに出かけた。釣り場までは自転車で15分くらいで着いた。本当は現車で来たかったんだけど、 N がまだ免許を持っていなかったこととガソリンを入れに行くのが面倒だったんで自転車にしたんだ。釣り場には四駆と見慣れない大学生風の二人組が何か釣りのようなことを先にしていた。ちょうど例の峰の巣の手前の防波堤で暇そうにタバコを吸ったりしていた。僕と N は少し遠慮しながら横でいつものように釣りを始めた。少し離れているとはいえ見慣れない二人組はこちらの様子が気になるようで、しばらくしてから話しかけてきた。少しパーマがかかった人当たりの良さげな片方が、こんちは、ここって釣れるの？全然ダメなんだよね。それは人を警戒させない声だった。もう一人は隣の N の仕掛けに興味があるみたいで、じろじろと竿先や仕掛け入れを観察していた。それから二人ともいろいろと面白い話をしてくれて、缶コーヒーまでもらった。2、3分ほど話していると、その大学生二人組の仕掛けが、この場所では全く不向きだというのがすぐわかった。僕らはその二人が釣りたい魚が、目の前の峰の巣によくいることを知っていたのと、その仕掛けが峰の巣なら向いているだろうと思った。だから、よくしてもらったお礼になればと思って、峰の巣の場所のことを話した。その時はもう、N のじいさんが言っていたことなんて、どうでもよかったように覚えている。子供が行くわけではないし、大学生と言ったらもう大人なんだし、そう思っていたんだと思う。その日、僕と N も釣れなければ、峰の巣に行くつもりでいたくらいだ。二人は車に荷物を積み込むと、ありがとね、行ってみるよ、と言い残して、さっさと行ってしまった。僕はあの二人に狙いの魚が釣れるとは思えなかったけど、可能性が高くなったことに少しだけ満足していた。N に至っては、釣れないようだったら手伝いに行こうかなと言いながら、もらった缶コーヒーも飲んでいた。それから2、30分経っただろうか。遠く、
ミネノスの伊勢先に先ほどの二人の姿が見えた。竿を持って歩いている。さらにしばらくしてこちらに手を振っているのがわかる。釣れたんだろうね、とNが手を振る。それから僕とNも自分たちの釣りが忙しかったので、あの二人組のことは忘れていた。少し日が傾き始めた頃、気がつくと天気は曇り空に変わっていた。グレーの空を映す海はあまり綺麗とは言えない。僕が紐で結んだバケツで海水を汲んで水替えをしていると、N が、ねえ、あれ見て、とミネノスの方を指さす。何？僕はバケツの紐を引きながらミネノスを見た。例の二人組が僕らから見てもありえない場所、海の上に立っている。さらにその先に歩いているようにも見えた。点のようにしか見えない二人だが、だんだん小さくなっていくのがわかる。遠くに移動しているというよりも沈んでいっているように見える。事実上半身しか見えない。天の片方が振り向いたのが見えた。はっきりはしないが慌てて戻っているようだ。もう一人はまだ振り向かない。僕と N は多分家を出る前のじいさんの言葉を思い出していたと思う。僕と N は黙って手元の道具を片付けながら様子を見守った。一人はもう頭だけになった。そして潜るように消えた。 N がじいちゃんの言う通りになったとつぶやいて放心しているのが感じられた。僕も N もまだ携帯電話なんて持っていなかった。何もできないでいた。戻っているように見えた男が何度か海に転ぶのが見えた。そして僕はもがくその男が波の表面から複数の白い手のようなものに絡め取られて沈んでいくのを見た。 N も見えたと言っている。3回ほど頭を出してそれを覆い引きずり込むようにして灰色の波が缶コーヒーをくれた大学生を隠してしまった。僕と N は唖然としていた。時間にしてみれば3、4分のことか。長くても10分くらいかもしれない。とりあえず僕は自転車で近くの家まで警察と救急を呼びに、 N はその場に残って見守ることに。その後のことはあまり覚えてはいないけど、警察と消防署に事情聴取をされて、そのまま僕と N は帰った。消防署の人が、後で何か分かったら電話をするから電話番号を教えて、という言葉が耳にまだ残っている。実際に一人目の遺体が上がったのが二日後だったと思う。もう一人は上がらずじまい。その日のことは地元でしかニュースにならなかった。今でも思い出すが、あの白い手は絶対に見間違いなんかではないと思う。 N がじいさんにミネノスに行ってはいけない由来を聞いてみても
D さんもよくは知らないようで。ただあそこは昔から、この季節は行ってもいいことがないから、絶対に行くな、とだけ言われてきたようだ。何年かして N のじいさんが、普段見えんものが見えると、人間奥まで行くから帰れないようになる、そう言っていた。N がその後、好奇心で峰の巣まで行こうとしたのだが、どうしても途中から足がすくんで動けなかったらしい。特に言われはないんだけど、そんな場所があって。ひょっとしたら、僕と N の身代わりになったあの二人には、今でも申し訳ないと思っています。おこぼっさん。民族学に詳しい人っているかな？おこぼっさんっていうのに心当たりない？自分が体験しただけで、おじの一家五人と別のおじと父が死んでいるんだ。たたりを逃れるため、母やおばは全員離婚して旧姓を名乗っている。うちや親族がこんなことになった原因を知りたいんだが、父方のじいちゃんの家の庭に、当主以外は近づいてはいけないっていうお堂みたいなものがあったんだけど、じいちゃんが亡くなった後、おじ、次男の方が、遺産相続の件でごねまくった挙句、思い通りにいかなかった腹いせに、お堂の中のご本尊をどこかにやってしまったらしいんだ。原則として、そのお堂の中は当主とはいえども、年に一回、元日以外には覗いてはいけないということで、すぐには発覚はしなかったらしいんだけど、気味の悪い海の夢を連日見ていた矢先、次男のおじ一家が突然一家心中をしてしまったんで、ピンときたらしい。そのおじは弁護士をやっていて、長男は国立の医大、長女もどこかの有名な私大、次男は浪人だったけど、別にぐれたりとかはしていたわけではなく、金銭的にも困ってそうではなかったんだよね。ところが、全員が首を吊って、普通は一家心中って、まとめて死ねるような方法を選ぶよね。なのに全員が個別に首を吊ってしまったんだと。加えて、おじの右手は、壊死したみたいに真っ黒になっていたらしい。で、慌ててお堂を調べてみたら、中が空っぽになっていて、ご本尊のおこぼっさんが亡くなっている。一家全員が緊急で集められて、そこで初めて、おこぼっさんという名前と、それが一族の守り神みたいな存在であること。ただしないがしろにすると、すさまじいたたりがあって、何代か前には一族が全滅する寸前まで行ったらしい。そんな話を聞かされた。正直その段階では、半信半疑どころか、親戚の大半が、長男のおじもボケてしまったのかなっていう感じだったんだけど、三男のうちの親父も含めて、大人連中全員が真剣に嘆いたり、たたりを防ぐため、家から離脱すべきとか話しているのを見て、初めて怖くなってきた。で、その日遅くまで話し合いが持たれた挙句、おば、長男の奥さん、俺の母は離婚して旧姓に改め、子供たちも全員
姓を変えることに決まった。それ以外に、長男の叔父と俺の親父は、そのまま屋敷に留まり、おこぼっさんを探し続けること。他の親族は、全員本家には近寄ってはいけないことなんかも決まった。ちなみにうちの親父は、一流に入ると思われる会社の管理職だったんだぜ。で、それから一ヶ月もしないうちに、親父から連絡があって、長男の叔父が、屋敷の近くの崖から飛び降りて死んだって話を聞いた。次は自分の番だって。あの強胆だった親父が、震える声で言っていた。その時、もしも海の夢を見たら、学校なんかすぐ辞めて、寺に駆け込めとも言われた。その電話があって、さらに一ヶ月後、災害によって屋敷ごと流されてしまったらしい。親父の遺体は未だに見つかっていない。幸いなことに俺は、その後海の夢なんか見なかったし、長男の叔父の息子たちも元気にしている。だから、たたりは終わったのかとも思う反面、この理不尽な話の理由をどうしても知りたいと今では思っている。海、もう10年前のことだけど、いろいろと経験してしまった。でもなぜかその時は怖くないのが今となっては不思議。 T という友達とドライブをしていて海に行くことになった。でもナンパされるようなところには行きたくない。 T はいいところを知っているからというので任せることにした。 T は運転手。海に着いたら誰もいない。T の言う通りだ。トランク側を海方向に止めた。なぜそう止めたのか、運転手は T だから私にはわからない。木がトランクの横にあったのを覚えてる。 T とくだらない話をしていると、海の方にバックしている気がした。気のせい？私は T にもそのことは言わないことにした。それが本当にバックしていたのだ。横を見るとトランクの横にあった木が私の横にあるではないか。そこは坂道でもない。 T もそのことに気がついたらしくて、車をまた同じ場所に止め直すということをしてみた。でも前と同じ。そこで帰ればよかったのに。それから少しして男の人が三人近づいてきた。少し霊感がある私はそれが幽霊であることは分かった。一人が俺にも運転をさせろとハンドルを動かしている。あとの二人は後部座席に乗ってきた。私よりも霊感の強い T がなぜ黙っているのかが私には不思議だった。あんたたち、私たちを殺す気？気が動転していたのか、強い口調で言ってしまった。心の中で。すると、ハンドルを動かしていた一人が消えた。後部座席の右に座っていた一人も。ただ、私の後ろにいた霊が消えない。二人
人が消えてから T が話しかけてきた。今、来たよね。私、金縛りで動けなくて。私は、男の霊が自分から何人であったか、何をしたかを話すのをやめた。同じ経験をしたのかを試してみたかったのだ。だから、T に質問攻め。すると、結果は同じだった。ここは危ないから逃げよう。T はそう言ったが、まだいるんだよ、私の後ろに。それを話して、この最後の一人がいなくなってから逃げることにした。しばらくして、その一人が消えてくれた。さあ逃げよう。そんな時、T が車から降りた。私には見えなかったが、T はバックミラーから見えていたのだ。追いかけてくるのを。話してくる。止める間もなく、T はそう言って車から降りてしまった。私は助手席で待っている羽目に。待っているとき、また車が動いている気がした。横にいる霊は、なぜか安心できるというか、このまま一緒にいたい、そんな感じがした。まるまるちゃん。後ろを向くと、走ってくる T がいる。今、バツバツさんと一緒にいたでしょ？でも、置いていかないでよ。私の元彼のバツバツは、事故で他界していました。彼の存在を感じても、自分から他人に話すことはなかったのに、T には分かったみたい。ここなら大丈夫。逃げてきた私たちは、ほっとして。すると、ペタ、ペタ、ペタ。何この音。T は、無言でそこからダッシュ。どうしたのと聞くと、後ろにいたのが、追いかけてきたと。明るくて、人がたくさんいるところに行こう。話し合いの末、T の家の駐車場に行くことに。またしばらく話していると、T が突然、私の首にチョップを。何か恨みでもあるのか？と考えていると。伏せて、早くって。で、1時間以上も伏せていて。どうしたのと聞いてみると、さっきまるまるちゃん、私たちを殺す気って言ったでしょ？それで怒ってるのこの人。首吊りで死んだらしいよ。私は何度も謝って、冷めていましたけど、マックあげるからと、物で釣る気はなかったんだけど、とにかく許してもらいたくて、あらゆることを言って謝りました。T は、手が痛い、助けて、と言うので、止めようとしても、手を持っても、すごい力で引っ張られて、ひたすら謝って、なんとか許してもらえたのか。収まった時は、もう朝。それからは、あの海には、もう行ってはいません。大体10年くらい前に、大学のサークルの夏合宿で、千葉の内房のあるビーチに行きました。
当時田舎から出てきていた俺は土地勘もそれほどなく、外房が波があって内房は穏やかだとか、そんな基本な知識もなかったんです。そんな内房の海にサークルできて、海に行っても波もなく、地引き網とかが行われている横でチャプチャプしていました。そんな折、地引き網の漁船の漁師が、おい、溺れているぞ、と叫びました。それは、俺たちがいるすぐ横、波も全くない、ないでいる海。俺たちはおそらくその時点で、絶命しているであろうその年配の男性を、浜まで引いて戻りました。やべえよ、溺死体運んじゃったよ、超ビビったわ、などと妙なテンションで話しており、やがて救急車が到着し、その男性は何の処置も施されずに救急車に乗せられ去っていきました。ああ、やっぱりあの時すでに絶命していたんだ。そうわかると同時に、不謹慎ながらも仲間といるとテンションが上がってしまって、遺体触っちゃったよ、初めてだよ、などと騒いでいました。そこに地引き網漁船に乗っていた人がやってきて、俺たちに言いました。災難だったな、もう引いた時には亡くなっていたんだろ。ありゃ引っ張られてしまったな。その言葉に俺たちは何のこっちゃと。その漁船の人は、お前たち明日は海には近づくなよ、そう言って去っていきました。その後、まあかわいそうだったかなとか、仕方ないよなとか言いながらも、こちらも学生だったんで気持ちを切り替えて遊んで、夜には飲み会を予定通り行って、昼の出来事なんてなかったかのように酒を飲んで、はしゃいで夏を謳歌していました。深夜近くになってちょっと小腹が減ったと言い、偶然昼に遺体を運んだメンバーで車に乗って近くのコンビニを目指しました。で、コンビニに向かうのに海沿いを走るんだけど、道中でやはり昼の出来事の話になって、そんな話をしながらコンビニを目指している最中に、車内全員が黙ったんだ。一瞬で。酔っていてテンションも高かったのに、全員が目を見開いて固まっていたんだ。なあ、女の声が聞こえなかった？友達が言った。ああ、聞こえた。全員が聞こえていた。なあ、なんて聞こえたんだ？俺が聞いた。俺は聞き間違いだと思いたかったんだ。全員が、耳元で、また会えましたねって聞こえたって言うんだよ。マジか、絶対に俺じゃない、お前だろ、お前モテるしさ、絶対お前だよ、生き量だよ、お前のせいだ、と社内のイケメンに意見が集中しました。絶対お前だ、お前降りて海に謝ってこい、とか。お酒って怖いもの知らずになるんだよね。いやー、ビビった。とりあえず俺ではないから窓を開けて俺じゃないことだけはアピールするわ、人違いですよ、とか叫んでた。
その後笑い話みたいになって、酔ってもいたし、話のネタっていうだけで忘れていたんだ。10年間。で、今年、さっき言ったように、そんな事件のことはすっかり忘れていた。酒も飲んでいたし、気のせいだったんだろうと。で、彼女とドライブに行って、立山から内房を回って、アクアラインを使って帰る予定だったんだ。ちょっと立山ではしゃぎすぎてしまって、帰りが予定よりも遅れてしまっていた。例の海の近くに来たとき、そういえば、あんなことがあったな。あの男性のご冥福を祈る、なんて思いながら車を走らせていると、聞こえたんだよ。ふふ、また会えましたね。全身変な汗でぐっしょり。でも特に事故を起こすわけでもなく、無事に帰ることができました。彼女には聞こえてはいなかったよ。次の朝、海風にさらした車を洗おうと庭に出ると、母ちゃんが絶叫している。なんだと思うと、車の前と後ろにびっちりと手形がついていた。現行のスカイラインのクーペなんだけど、この車、ボンネットが結構長いんだよ。なのに、フロントガラスの手前までびっちりと。以上、お払いもしていないし、人違いだと信じて疑わない。俺が体験した唯一の恐怖体験でした。海底遺跡。沖縄の本島に一週間ほどダチと二人で遊びに行った時のこと。その日は北の方でボートを借りて釣りを楽しんでいたんだが、午前中いっぱいでそれにも飽きて、道具も持ってきていたんでダイビングをしようってことになった。それで浜から300メートルほど沖の40畳くらいの小島というか小岩のところでボートを止めて潜ったんだ。サンゴよりも海藻が多い場所で魚は少なかった。島の周りを巡るのはあっという間だったんだが、沖に面した島の根っこの水深4メートルくらいのところが大きく内側にえぐれているのを見つけた。洞窟とは違っていつでも出てこれるような場所だったんで、ダチと一緒に入ってみたんだが、中は意外に広かった。幅の広い階段状の岩が4段ほどあって、それは明らかに人工物だった。奥行き3メートルくらいのそのくぼみの中も魚は少なくて、中がなんとか見えるくらいの明るさだった。そして一番奥が垂直の壁になっていて、その前に高さ1メートルくらいの石製の亀が4つ置かれてあった。俺はこれは遺跡だと思って、ダチに合図をして近寄ってみると、亀は4つとも同じような作りで、どれも40センチ四方くらいの石製の四角い蓋が乗せてある。それで近寄って、二人で一番左足の壺の蓋を持ってずらしてみたら、いきなり壺の中から、深い紺色の煙状の濁りがすごい勢いでブワーッと出てきて、俺たちはこれはやばいものかもしれないと思って、そのくぼみから離れてどうなるのかを見ていたら、その紺色の濁りは水中で縦長にまとまって
どんどん人の形のようになっていく。20秒くらいで、高さ 1.5 メートルくらいの直立した人の形になって、俺はそれが女だと思った。と言っても形だけで、表面は紺色の濁りのままなんだが、それが両手を前に伸ばす形で、くぼみから出てこようとしている。それを見ると俺は、すごく胸苦しい気持ちに襲われ、水を蹴って離れようとした。そこで下を振り返ってみると、ラチがその濁りに見入られたようになって動かず、30センチくらいのところまで近づかれている。それでもう一度潜って、ラチの脇の下に手を入れて一緒に浮上した。島には上がりにくい場所だったんで、泳いでボートまで戻った。ボートでダチに、あれは何だったんだろうな、と言ってみたのだが、なんだか上の空で返事もしない。表情が暗く、言葉少なに何かを考え込んでいる様子で、次の日もそんな感じだったんで、俺は呆れて、ダチを残して地元に帰った。その二日後、ダチが死んだという連絡がダチの両親から入った。その小島のある浜に遺体が打ち上げられていたそうで、外傷は特になく歴史なんだが、ダチの下半身が紺色に染まっていたそうだ。海から上がってきた何か。去年の夏の話、ちょっと長くなるけど、去年、太平洋側の海に友達たちと旅行に行ったんだ。地名とかは言えないけど、海も山もあっていいところだった。そこは友達の地元で、実家にみんなでお世話になる計画で会社の夏休みを利用して行ったんだ。昼は何事もなく普通に海で楽しんだ。夜は浜でバーベキューをしながら花火をやろうぜってことになっていたから、一度休憩して夜を待っていた。オカルト好きな俺は、夜のあの浜は近づいちゃなんね。そんな展開を期待していたんだけど、そんなことはなく、向こうの家族も見送ってくれた。夜になり、バーベキューもあらかた食べ終わって、花火をしているとき、トイレに行きたくなった俺は、少し離れた岩場まで用を足そうと向かった。岩場に行くと、ちょっとした入り江みたいになっており、俺は大きな石の前に立って、なんとなく入り江を見ながら用を足していた。不意に、ザバーッという音とともに、何かが岩場に上がってきた。素潜りの漁師か、海女さんかな、と思って、暗闇の中、気配を感じる方を見ていると、誰か海から上がってきていた。本当の暗闇の中、かすかな海岸線の道路の街灯からの明かりに、浮かんだ人影が見えた。何か棒みたいなものをガリガリ岩場に引きずりながらゆっくりと歩いてくる。よく見ると真っ黒い布をすっぽりかぶった異様な格好だった。漁師とかじゃないなとか、妙に冷静に目が釘付けになっていると、顔だと思われる部分がこちらを向いた。
目があったと思った。ここで一気に本能が恐怖を感じた。やばい、怖い、多分人間じゃないぞ、みたいな。しばらく目があったままだったと思う。目は見えなかったけど、向こうも俺に気がついていた。そこで友達が来て声をかけてきた。我に帰った俺は友達にそいつの存在を伝えたが、もういなくなっていた。ビビりすぎだよと茶化されてしまった。実際霊というかそういう存在を初めて見た俺は浮かれてしまっていた。その旅行ではそいつについてはもう誰にも言わなかったが、帰ってから弟と友達に話しまくっていた。しばらくは何事もなく過ごしていたんだけど、夜中に目が覚めた時、部屋の真ん中あたりに人影があることに気がついた。シルエットから海で見たあいつだということが分かった。怖くなった俺は布団に潜り込んでずっと隠れていた。カチカチと歯を噛み合わせるような音がしばらく続いていたが、サッシが開く音がして恐る恐る覗いてみたら、もう人影はなくなっていた。その変な奴がついてきてしまったことに気がついて、俺は怖くなった。それから日常的に、それの気配を感じたり、見たりしていた。鍵を開けるとき、隣に立っている。運転をしていると、道端に立っている。実害はないけれど、付きまとわれていた。だんだん、俺の神経はすり減っていった。自分で霊感があるって言っている奴も何も気がつかない。話をしているとき隣に立っていたのに。焦燥して仕事もうまくいかない。病院にも行ってみたりしたけどダメだった。そこで会社に休みをもらって実家に帰って親とかに相談してみることにした。最初は信じてくれなくて、疲れているとか、仕事のせいでそんな妄想をしてしまうんだよとか言われて相手にされなかった。じいさんばあさんも全然興味なし。結局無駄足かと思っていたら、弟が友達で本物がいるから連れてくるって言ってくれた。本物って霊感がってこと。で、その人とファミレスで待ち合わせることになった。予定の時間よりも20分くらいしてから弟とその人が来た。すでに顔が真っ青になっていた。俺の目をじっと見ながらその人は話し始めた。お兄さん、はじめまして。自分弟さんの友達で〇〇って言います。ちょっと自分からいくつか聞いてもいいですか？あ、はい、いいですよ。お願いします。じゃあまず、その隣の変なの、どこで拾ってきたんですか？心霊スポットとかではないですよね、多分。はい。バツバツの海です。三角幅の磯の辺だと思います。海ですか。正直に言いますけど、それかなりやばいと思いました。自分も今すぐこの場を離れたいです。
いろんな人から相談を受けましたけど、だいたい気のせいとか、たちの悪い霊だったりとか。それとは、一線を画すヤバさを感じる。今までに接触したことがないですね。お兄さんもかなり良くない状態かと。何ですか？とりあえず何かあったわけではないと思いますけど。お兄さん、守護霊って知ってますか？干渉の度合いは人にはよりますけど、みんなついてるっていう。それが、お兄さんのはいなくなっているんですよ。最初からいないのか、離れてしまったのか、それに食われてしまったのか、どれかはわからないんですけど、そんな状態で、そんな奴がそばにいたら、お兄さん、長生きはできないかもしれないです。そういうことを言われるのは、なんとなく予感できた。ついてきてるって実感をしたとき、なんかそんな気がしたんだ。ビビらすだけビビらせてしまって申し訳ないんですけど、自分ではどうにもできません。それ半端なくて、近くにいるだけでも自分もやばいんです。ちょっと調べるだけ調べてみるんで、今日は失礼します。なんかそんな感じだから、俺もどうしたらいいかわからない。あれから〇〇さんからも何もないし、とりあえずは仕事をしながら日々を過ごしています。オチもなくて、うまくまとめることもできなくて。ただなんかよくある、神主がとか坊さんがとか、そういうことはないって気がついた。実際に高い金を取られてしまうだけだったし、そいつと坊さんのバトルみたいなものもなかった。中には気がつく人とかいたんだけど、その人たちからは断られてしまった。街を歩いていても気がついて真っ青になって離れる人がいるくらい。霊感とかはあるんだって分かったけど、本当に払う手段とかはないのかなって思った。ああ、俺、どうなっちゃうのかね。断崖絶壁の崖。去年の夏、友人たちと三人で酒を飲みながら夜を過ごしていました。気がつくと、時計は午前4時10分。そろそろ寝ようかと思ったとき、友人が何を思ったのか、朝日を見に行こうっていきなり言い出したんです。自分は、もう寝たいよと言ったんですけど、もう一人の友人も、じゃあ行くかとか言い出して、結局ちょっと遠いところにある断崖絶壁の灯台の見える丘まで遠出しました。眠たい頭でぼーっとしながら待っていると、少しずつ空も明るくなってきました。やがて5時になって、もうすぐ出るなと思ったその時、友人の一人が、なあ、あそこに誰かいるぞ、そう言い出したのです。は？と思って、友人が指さした方向を見て、私は驚きました。灯台の断崖絶壁を、人が這い上がって登っているんです。はじめは、ロッククライミングかな、とも思ったんですけど、こんな時間にやるわけがありません。三人とも無言で、ひたすらその異様な光景を見ていました。
そして最初は一人が登っているかと思っていたのですが、気がつくともう5、6人ほどいます。そしてさらに崖を登る人がまた一人増えました。海の中からです。海面にいきなり顔が出てきたかと思うと、そのまま崖を登り始めたんです。少し遠くて顔はわかりませんが、皆普通の服装で、男も女も混じっています。何かやばいって、逃げようよ。友人がそう言いました。もちろん皆ここにはいたくないので、すぐ車に乗り込んで灯台を後にしました。あれから二度ほど灯台を見に行きましたが、そんなことは起こってはいません。よく地元では自殺の名所と言われていますが、あれが何だったのかは未だにわかりません。ちなみに運転をしていた私は酒は飲んでいませんでした。ただ断崖絶壁の崖を人が海の中から出てきて登り始めるという光景は、今でも思い出しただけで背筋がゾクッとします。ちなみに友人二人は酔っていましたが、運転をしていた私は酒が飲めませんので酔ってはいませんでした。瓶コーラ。あまり怖くはないかもしれないけど、俺の体験談をあげておく。俺はプールや川では泳げる。だが海では泳ぐことができない。これは海嫌いな俺が一昨年の夏海に行った時の話。海で泳ぐことができない理由は、俺が小さい頃に遡る。小学生の時の夏休みにこの海で溺れたことがあった。そして一緒に泳いでいた A も溺れてしまった。俺は助かったんだけど、 A は死んでしまった。 A は俺の親友だった。情けない話だが、俺は必死すぎてその時の記憶がない。近くで泳いでいた大人が俺たちを岸まで運んでくれたようだが、それ以来俺は海では泳げなくなってしまった。溺れてからの数年はプールにも入ることができないほど水嫌いになってしまったので、その頃から比べると少しは水嫌いを克服はできたのだが、それでもやっぱり海では泳ぐことができない。でも俺が海で泳げなくなった理由は、隣にいた A が亡くなってしまったからではない。俺と A が岸に引きずられて病院に運ばれて処置が終わった後、医者も看護師も揃って首をかしげていたらしい。なぜなら俺と A の足首には揃って誰かに握られたようなあざがついていたのだ。しかも両足に。普通は警察沙汰になるところだが、パニックになった俺たち二人が、片方が沈もうとしてはもう片方の足を掴んで浮き上がる、そんな行為を行った結果あざがついてしまったのだろうという結論に至った。しかしそれ以来、俺は得体の知れない恐怖で海では泳げなくなってしまった。俺はそれから夏になると毎年、この海で死んだ A を弔うためにここに来ているのだ。
もう大人になった俺は、車を運転して、一昨年も例年通り弔いに行っていた。この海は、家からは少し距離はあるが、地元でも知る人ぞ知る穴場のような海だ。俺が海に着くと、まさに真夏の海という感じで、照りつける太陽、灼熱の浜辺。だが、人影はほとんど見えない。この時期になると、徐々にクラゲが出てくるから、もう泳ごうとはしないのだろうか。俺は浜辺に座って、A のことを思い出しながら、今となっては絶滅危惧種の、当時好物だった、瓶コーラの栓を二本開けた。一本は俺に、そしてもう一本は A に。A との思い出は、年を経るにつれて少しずつ薄れては来ているけど、それでも彼女と遊んだ時間はかけがえのないものだった。それから十分ほどした頃だったろうか。視界の少し端に何か動くものが映った。見てみると、ほんの少し沖の方で、水面が激しく動いて水しぶきが立っている。誰かが溺れている。そう確信した俺は服を脱ぎ、下着一枚で海に飛び込んだ。俺はなぜか恐怖心はなかった。あれほど海で泳ぐことを嫌がっていたのに。溺れている人のところまで到達できる自信はなかった。間に合う確証などはどこにもなかった。だが、海で溺れることよりも、目の前で一人の命が失われようとしている。あの時俺は子供で、A が溺れているのに、自分も横で溺れるだけで何もできなかった。これ以上失いたくはない。どう泳いだのかもよくは覚えていない。必死に泳ぎ続けて、溺れている人のところに近づいた。しかし、あと少しというところで、もがいていた腕が水面から姿を消した。まずい、沈んでしまった。そう思った瞬間、何かに足をつかまれる感覚があった。そして俺は海中へと沈んでしまった。海の中では、俺の左足を何者かが掴んでいた。海中でそこまで鮮明には見えないが、少なくとも生きている人ではないということが確信はできた。そいつは長い髪で、ロングスカート、ワンピースかな、それを着ていた。この服装で沖まで海水浴などあろうはずもない。その女は何やら気味の悪い顔で笑っているようだ。右足で蹴ったりして必死に振り払おうとするも、女は俺の足を離さない。俺の息も続かなくなり、目の前に徐々に死が広がってくるのが分かった。もうダメだ。その刹那、誰かが俺の腕を掴んだ気がした。横を見ると、そこには A がいた。当時と同じ水着姿で、両手で俺の腕を掴んでいる。A はにっこりと笑っていた。今俺の左足を掴んでいる女とは、少し違った笑顔だ。あの時の
俺と遊んでいた時の笑顔だ。ああ、ええ、お前か。お前もだったのか。最後に会えてよかった。そう思った瞬間、俺の体は海面へと浮き上がって、眩しい太陽の下にさらされた。もう足をつかまれている感触はない。A の姿も見えない。空気を肺いっぱいに吸い込んで、俺はまだ生きているという感覚に不意に陥った。なぜか泣いていた。そして俺は自力で浜辺まで泳ぎ着いた。浜辺に上がってみると、掴まれていた左足、そして A が掴んでくれていた腕にもあざがついていた。俺を助けてくれたのか。 A に感謝しつつ、もう家に帰ろうと浜辺に刺していた瓶コーラを見てみると、 A の分のコーラが半分くらい減っていた。また来年も来るよ、 A。